アンドリュー・ジョーとアンディ・ロビンソンはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の俳優ダーティ・ハリーの殺人規約で強烈な印象を残した父親は彼が3歳の時に第二次世界大戦で戦死母親と共にコネチカット州ハートフォードに移り住む少年時代は飛行に走るが構成しロードアイランド州の高校に入学した高校卒業後 ニューハンプシャー大学に入学するが、予備役商工訓練課程に反対して、方向処分となり、ニューヨークのニュースクール法ソーシャルリサーチに編入、英語の学士号を取得後、フルブライト奨学金を得て、ロンドンに留学、演劇を学び、帰国後、ニューヨークで舞台から活動を始める。1971年、映画、ダーティハリーの殺人鬼、サソリ役に抜擢され、 引き迫る演技で強烈な印象を残す。しかしその強烈さにより、その後も同じタイプの役ばかり依頼されるようになってしまい、嫌気がさして1978年から5年ほど休業。カリフォルニア州内の親族のもとに身を寄せ、大工として働く傍ら、地元の中学校、高校で演劇指導を行っていた。 1986年、シルベスター・スタローン主演の映画、コブラで本格的に復帰。スタローン演じるマリオン・コブレッテ刑事と対立する嫌味なモンテ警部補を演じて成功している。その後は、テレビドラマを中心に出演。特に、スター・トレック・ディープスペース9のエリム・ガラク役が有名。ありがとうございます。